こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。韓国釜山市などは今回日本の特定の企業を先般企業とし、その企業製品を購入しないようにする条例が可決されました。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。菅官房長官は6日、釜山市議会など韓国地方自治体が先般企業製品購入を制限する条例案を可決したことについて非常に遺憾と反応した。菅長官は同日午後、定例記者会見で、その条例は特定の日本企業を不適切で不合理な主張に基づいて不当に非難するとともに経済的不利益も与えることができると述べた。さらに韓国側には以前から外交ルートを通じて関連動向に対する日本政府の憂慮の立場を何度も伝えたとし、韓国政府の賢明な対応を求めることを明らかにした。菅長官は日本政府の今後の対応については、世界貿易機関 WTO 協定をはじめ、国際規則に合致するかどうかなどを検討するという趣旨で言及した。また、韓国政府には、日本の憂慮の立場を伝え、事態の推移を見ながら対応していくと付け加えた。これに先立ち、ソウル市と釜山市議会は同日、強制動員に関わる先般企業製品の購買を制限する条例案を可決するなど、韓国の自治体単位で同様の動きが広がっている。それでは韓国国民の反応です。日本のやつらよ、我々に内政干渉するな。我々は植民地ではない。韓国もこれまで先般企業の製品が堂々と売られていたのだから残念だ。日本の奴らが間違ったことをたくさんしたのに、なぜ日本の奴らが遺憾を表明するの？我々は先般企業製品を買っていたのが残念だ。どうでしたか？もうやりたい放題ですね。日本企業はなぜ撤退を考えないのか、不思議でしょうがないです。日本は輸出優遇撤廃のみなので、もう少し日本政府は考えた方がいいのではないでしょうか。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。